ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回 のインタビューはいつもアスリートの方だけのことが多いんですけど、はい、まあ、脇下さんに来ていただいて、はい、まあ、経営者の方の目線とか、はい、あとスポーツを外から見て応援されている方の目線などもちょっとお伺いできたらなと思ってます。でテーマを僕ちょっと考えてきたんですけど、やっぱり柔道っていうのもあってそれを意識したテーマなんですけど、はい、1個目が伝統。なんか柔道ってすごくなんか歴史の重みがあるんじゃないかなとか、なんか伝統みたいなの引き継いでくるのもなんかありそうだなと思ったんですよね、はい、であと工務店さんされているので、はい、なんかその建築界の伝統みたいなこととか、うん、なんかもしあればそのなんか伝統って軸みたいな存在かなと思ってまして、なんかそのお話を聞けたらなっていうのと、その後に逆に進化とか革新みたいな変化とか、なんかそっちのちょっとお話を伺えたらなと思ってるんですけど、はい、いいですか。はい、はい、いや難しい、難しいですね。難しいですね。いやでも内容としてはそんなに難しくないと思うんですけど。じゃあまずあの鈴木さんから、はい、柔道界の伝統って言われたらなんかこれって浮かぶのってあります、はい、あのいいのも悪いのも別に言っていただいていいのかなと思うんですけど、はい、昔はこうだったとか、はい、業界内の、まあでもパッとは出てこないんですけど、うん、まず、まあ、大会で言えば全日本選手権という大会がもう何回、すみません、ちょっと回数は覚えてないぐらいなんですけど、もうずっと前からあって、その大会だけはずっと一番古い柔道のルールでずっとやってたんですよ、はい、国際ルールが絶対入ってこなかった、うん、この大会だけは無差別級で60キロ級の選手から例えば150キロぐらいの選手が試合するような大会が今でも開催されていると、はい、でまあ、この次になるんですけどルールがちょっと変わっちゃったのでその一つの伝統は終わってしまったんですけど、ですけどその全日本選手権大会という大会は4月29日に必ず開催、うん、昭和天皇の誕生日の日に必ず開催されて、はい、無差別級であるということ、うん、この2つの伝統はずっと守られています。選手からするとどういうなんかその位置づけの大会なんですか。先ほど僕の紹介をしていただいたときにオリンピック、はい、世界選手権でこの全日本選手権、うん、これ3つで三冠って言われてるんですよ、はい、柔道界の三冠、うん、この一つの大きな大会なので、うん、もう伝統もありますし日本柔道界の、柔道家がまずは全日本選手権に出たい、うん、出場したいという大会、うん、でもうちょっと欲を言うとベスト8に入りたい、うん、でまあ、オリンピックとか世界選手権とか日本代表を狙っている人は1回は優勝したいっていうような大会なので、これで優勝するっていうことをまず目標にして戦うっていうことと、はい、あれですかね、なんかサッカーでいうとプロもアマも関係なく戦える天皇杯みたいな、はい、なるほど、柔道も天皇杯ですね、はい、ありがとうございます、はい、建築界の伝統みたいなのって会社さんにもちろんよりけりの部分もあると思うんですけど、はい、なんか脇下さんの中でイメージされるものってありますか。伝統っていうのは、まあ、うちもまだ社歴自体が30年ぐらいなんで来年30周年なんですよ、はい、まあ、特に伝統っていうのはあまり思いつかないんですけども、うん、あの技術の伝承みたいな部分っていうのは、はい、あの最近もうなんていうんですか、既製品がほとんど使うことが家の中も多くなってったり、はい、あと和室が結構少なくなってるっていうのは、まあ北海道の住宅の特徴なんですけども、うん、まあ、その辺をあのやっぱり70代の職人さんが未だに現役で建具とか家具を作っているっていう、で、まあ、当時の彼らの若い頃っていうのはもう見て覚えなさいみたいな、はい、いちいち指導してくれないっていう世界からずっと来てる人たち で、うん、でもうやっぱり70代でも現役で働いてるっていう、まあ、そういう人たちからも少しでも仕事の技術を盗むっていうような、まあ、あと伝えていくってことが結構大事なのかなとは思ってますね、まあ、その、まあ、伝統技術みたいな、 なんか宮大工みたいなこともあるじゃないですか、はい、まあ、細かいとか、そうですね、なんかそういうのを引き継いでいってもらうためになんか必要なことみたいなのってやっぱりあるんですか。そのどうですかね、やっぱりその試す現場の数が増えていく、うん、まあね、お医者さんは僕 年1回お参り行くんですけど、やっぱり20年に1回建て替えをするっていうのは、はい、やっぱりその技術を次の世代に伝えていかなきゃいけないっていうところで、うん、あの20年おきに繰り返されてるって聞きますけども、はい、それになんか近いような部分はあるのかなと思いますね、
やっぱりせっかくいいものがあっても今って結構そういう伝承されないがゆえに なくなっていきそうなものってなんかたくさんあるじゃないですか。そうですね、はい、その辺は会社さんとしても今後は結構力を入れていきたい、うん、3年ぐらい前に工務店のグループに木工場をうちの仲間になってもらったんですよね、はい、その木工場自体もそのここ数年ずっとも数が減ってって既製品に押されてるもんですから、うん、仕事の量が減る、職人も高齢化する、でただやっぱりないと困る職業なんで、うん、まあ、その辺をなんか工務店のグループの中で守りながら、うん、まあそのなんていうんですかね、内製化をできるというか、はい、まあ、そういうような形で残していきたいなとは思ってますね。みんなでってことですね。そうですね、はい、それはすごくなんか素晴らしいですよね。なんか先ほど個人の試合で出る、まあ、全日本選手権のお話されましたけど、全日本の監督も今されていて、はいはい、全日本というチームにおけるなんかその伝統みたいなことってないんですか。伝統、まあ、昔からまあ一緒ですけど、多分世界一になるっていうことがそもそも日本柔道の一番の伝統と言われ、はい、うん、伝統というか分かんないですけど、うん、責任というものはずっと多分持ち続けてきていると思います。それに対してなんか監督さんとしてまあそれを思い続けるのもそうですけど、はい、それをまあ戦う選手に言葉ではまあみんな目指すって言うと思うんですけど、はい、そこに伴うような努力とか、うん、チャレンジをするチームにするために心がけていることとかってありますか。はい、やっぱり日本代表なのである程度技術も精神的な強さも持ってるはずなんですよね、うん、なので試合にどれだけドピークを合わせれるか、ピーキングっていうものが僕は一番大事じゃないかなと思ってるので、うん、まあ、例えば合宿をして選手を招集しても内容がめちゃくちゃ濃い練習をするっていうよりはいかに試合に自分のピークを持っていくかっていう講義講習が多いかなと思いますね、うん、それはちょっと そこではやっぱり伝統はちょっと変わってるかもしれません、うん、昔は合宿といえばもう体もしんどいし、はい、練習量も多いし、うん、朝から晩まで、うん、ずっとやってるっていう合宿だったんですけど、今はまあ朝トレもほぼやりませんし、うん、朝体操してしっかり食事とって、うん、で午前中の稽古、午後のトレーニングで、夜はいろんな著名の方を呼んだりして話を 聞かせてもらって、あ、なるほど、で学びの時間を多く取るようにしてます、うん、なるほど、はい、とにかく飽きないようにするということと、はい、選手のピークはこの合宿じゃ困るので、うん、あくまでピークは違うところにあって、そのピークに持っていくための一つの時間にするっていう考えで取り組んでます、うん、今は。昔のまあ体育会系とか、まあ、武道ももちろんそうだったかと思うんですけど、はい、とにかく量とかが、はい、まあ、すごい量で、はい、まあ、理不尽的なことも、はい、まあ、あった時代だったと思うんですけど、はい、今それがなかなか、まあ、良いとはされない時代で、はい、だけどあの時のあの練習があったからとかっていうこともあるじゃないですか、うん、はい、その辺ってどうですか。そのもちろん量と質は大事で、それを全日本でやる必要はないよねっていうだけなんで、うん、所属でやればいいことなんですよね、はいはいはい、自分の柔道っていうのは自分の所属とか、まあ、サッカーもそうですけど自分のチームがあるじゃないですか、そこでやるべきことなんですよね、うん、量も質も、はい、全日本っていうのは磨く研ぎ澄ますとこなので、うん、それは僕はその違いはあっていいかなと思ってますので、全日本に来てめちゃくちゃ練習してヘロヘロになって帰って所属で休むじゃあ話にならないので、うん、なるべく所属で高めてこっちで磨きをかけて試合場に送り出すっていうのが、うん、この三角形の一番角の鋭いところだと思うので、はい、うん、その形は僕は、練習量と質は所属でやってくれと、はい、全日本に来たら学んで自分を研ぎ澄まして磨いて上がっていくっていう場所は、まあ、変わらずにやっていきたいなと思ってます、うん、先ほどあの井上康生さんの、ね、話も出ましたけど、はい、まあ、前監督でも、はい、まあ、あるわけですけども、なんか井上康生さんの監督像とか、はい、彼らがやってきたことみたいなことをなんかその意識するとか、それを参考にするとか、はい、まあ、逆に言うと違うことをやろうみたい なんかそういうのってご自身であるんですか。一応継承するという形で代表監督が変わったんですよ、はい、で井上康生さんはとにかく所属とかその選手が所属しているチームの監督とかもいるんですけど、そういう人たちとしっかりとこう密に連絡を取り合って選手の状況だとか状態を聞いて、で合宿とか試合の時にしっかりとこう遅れを取らないように、こっちの情報が遅れないように
選手と話をするっていうスタイルを持ってて、それはもう僕も変わらず引き継いでやらせてくださいということで、ただ井上康生さんの場合は割とこうコーチをしっかりと、コーチスタッフをしっかりと動かすタイプだったんですよ、はい、なので僕もコーチでいたので、僕のやりたいことは井上康生さんはほとんど聞き入れてくれましたし、うん、ああやってくれと、うん、僕コーチに対して責任をしっかり持たせていうタイプだったんですよね。で自分ももちろん今のコーチとスタッフはしっかりやりたいことをやってもらってるんですけど、そこに僕もちょっと入れてもらいたい、はい、知っておきたい、うん、っていうことは僕の性格上、うん、何をしているのか、選手が今どういう状況なのかはコーチから聞くこともそうですけど、僕が直接話をして知りたい方なので、はい、なのでなるべく現場で選手と話をするようには僕はしてます、はい、井上康生さんはちょっと違うかなとは思いますね、うん、はい。さん、あの企業の場合って、はい、まあ、社長さんされている場合、まあ、方は、まあ、継がれる方ももちろんいますけど、はい、ご自身で創業される方は、まあ、やったことないわけじゃないですか、最初会社の経営を、ね、はい、だけど自分なりにやってみて、はい、で自分のスタイルみたいなのをどんどん作っていくかと思うんですけど、はい、脇坂さんの場合はそのあたりってどんな、なんか社長としての変化みたいなご自身だったんですか。そうですね、まあ、もともと小さな仕事からスタートして、で、まあ、少しずつ人が増えていって、技術的なレベルが上がっていって、まあ、実は僕建築の大学とか出てないんですよ。もともと建築は営業の世界から入って、はい、ただまあ異業種から入っている、そのなんていうんですかね、その業界でどっぷり使ってる人は麻痺して分かんないことが異業種から僕は来てるんで、まあ、それでなんかスタイルを少しずつ変えていって、まあ、年々年商も大きくなったり、現場の大きさも大きくなったりっていう部分は少しずつ変えていってますね。ビジネスの場合は特にマーケティングとかもちろんされることの方が多いとは思うんですけど、はい、そういう、まあ、さっきの井上監督の前監督じゃないですけど、はい、参考にされた会社さんとか、なんか社長さんみたいなのもあったんですか。いや、あんまり逆に同業者は興味ないし、参考にならないし、はい、まあね、格闘技 の、 あのすごい方の横で言うのもなんですけど、やっぱり折れない心みたいなのがやっぱり商売においても大事なのかなと思います。その芯をなんか持たれたのは、なんかそのさらに奥にあるなんか脇坂さんのなんか気持ちとか思いみたいな、なんかどういうところにあったんでしょうか。どうですかね、やっぱ覚悟みたいなのってやっぱり経営者大事だと思っていて、まあ、その年に何回か東京行くことはあるんですけど、はい、あの靖国神社は必ず参拝して帰ってくるんですよ、はい、でその靖国神社の優秀館の中に、当時の陸軍大将があの戦争終わった後自決してる党の、 あの血止めの遺書があるんですよね、はい、でいつもその前行って泣いて帰ってくるんですよ、うん、やっぱりその、 あのなんていうんですか、当時の人の覚悟みたいなのって、はい、現代人絶対持てないっていうか、僕らがもうどんなことをしても多分かなわないっていうか、まあ、そういった覚悟を持ちながらやっぱ商売ってやっていかないと、まあ、いつどうなるか分かりませんから、はい、まあ、そういうのはちょっと参考にはさせていただいてるっていう感じですかね。なんか近しいなんかワードが出てきてるような気がしますけど、ね、今の鈴木監督としての決意は、さっき金メダルを取らなきゃいけない、はい、責任みたいなのもちろんあると思いましたけど、うん、それ以外で言うと何かありますか。そうですね、まあ、人の、まあ、脇坂さんと同じような内容になると思うんですけど、人の真似をして人と同じことは絶対できないと思ってますので、うん、これ自分でしっかり切り開けなきゃならない、はい、ってことは自分がやっぱり勉強しなきゃならないってことですよね、うん、勝手に全てアイデアが湧いて出てくるわけではないので、はい、しっかりといろんな情報を入れて、いろんな人に話を聞いて、うん、いろんな場所に行って自分のこの経験値を上げるしかないと僕は思ってますので、コーチはコーチがやるべきことあって、はい、監督としてやるべきことは現場をしっかり見ることもそうですけども、それ以上に大切なことっていうのはやっぱり情報量、うん、いかに情報を入れるか、いかに自分が知識をアップデートしていくかっていうことだと思っているので、結構だからうろうろしてます僕も、いろんなところに行って、はい、いろんな人と会って、まあ、お酒の場もそうですし、いろんな人と会って話をして、話を聞いて、うん、で自分が話したことに対する意見をもらってとか、はい、そういうふうにして、こうとにかく自分がなんて言うんでしょう、枯れないように、うん、自分の中身が枯れないように心がけてはいます、はい、
まさに次のテーマの変化とか、まあ、ちょっと革新みたいなこともちょっとさらに深掘りしたいんですけど、はい、なんかやっぱり変わらない状態の方が安心安定とか、うん、リスクがないとかっていうふうに思う方もまだたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、変わるとかチャレンジするとなると失敗する可能性とか何か失ってしまうかもしれないとか、まあ、そういう怖さもあるもんだとは思うんですけど、はい、お二人にまあそれぞれお伺いしたんですけど、そのバランスってなんかご自身の中ではどうですかね。もともとはこうだったけど何かのきっかけでこうなったみたいなこともあると思うんですけど、僕は格闘技全般大好きなんですよ、はい、で、まあ、中学か高校時代ちょっとだけ柔道やってて、まあ、それはあまり聞かないとしてるんですけど柔道家ですね。いや、やめてくださいよで、まあ、格闘技全般好きで、まあ、見るのが大好きだったり、はい、まあ、あと空手の後援会長やったり、今は総合格闘技のシュートのジムの後援会長やってたりはする、はい、北海道ですけどね、はい、で、まあ、そんな中でやっぱりそのなんていうんですかね、攻撃は最大の防御みたいな言葉ってあるじゃないですか、でやっぱりその辺は自分の商売においてもまだみんな気づいてない、でまだやってないことを少しずつ調べながら先に攻めていく、はい、でもう僕らがある程度形を作ってしまった時はまだみんなはもう今気づいたかみたいな感じでやり出す、真似する、でもう僕らは次の違うことやろうとするみたいなサイクルがうちの会社としては一番ベストなのかなとは思って動いてます。ビジネスの場合ってだけど、はい、そうは言いつつなんかお金にすることって簡単ではないじゃないですか。そうですね、はい、なんか新しいチャレンジしつつしっかりものにする地盤を作るみたいな、この両方やるって考えた時に、はい、なんかその辺のバランスってすごく難しいような気もするんですけど、なんていうんですかね、言葉とか文字にできない自分だけ分かってる物差しみたいなのがすごい自分の体の中にあって、で大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だの積み重ねで、あ、これやっても大丈夫だなっていう、うん、なんていうのかな、めちゃくちゃやってるわけじゃなくて、なんか隠しめいたものが体の中にあるんですよね、うん、でそれを文字化しろとか公式で書いてみろとかそうやって言われると全然書けないんですけど、うん、なんかそれは体験上こう積み重ねてきた経験でできてるのかなと思いますね。ありがとうございます、はい、どうですか監督は。そうですね、自分の場合は、まあ、まずは今柔道連盟という組織にいるんですよね。自分が頭ではないので、はい、その中でどういうふうにじゃあ自分が力を出せるかって言ったら、やっぱり悪しき習慣がある組織でもあるんですよ。これは、ね、うん、こうやって言うとなんかすごく悪いイメージになっちゃうんですけど、なかなか動かない世界なんですよね、うん、はい、全体的に今言われたように今までやってきたことをこのままやっていけば大丈夫でしょうっていう組織であることは間違いなくて、それも伝統といえば伝統かもしれないんですけど、それを僕はちょっとでも変えたくて声を出すっていうことがまず今一つやってることです。それは今までの人は多分声を出さなかったんですよね、はい、なので僕がこう何か SNS とかいろんな形で情報を得て何かを発信すると、ああいう言い方はやめなさいって言われる時もありますし、でもやめないしっていう、この僕も連盟にずっといるつもりは全くないですし、日本代表監督にしがみつくつもりもないので、うん、とにかくこの柔道界が僕はあまりいいと思ってないから変えたいだけで、うん、いいと思っている人がどれだけいるかといったら多分そんなにいいと思ってないと思うんですよね。なのでいいと、柔道界が少しずつこれから10年後20年後もちゃんと日本代表がいて、うん、オリンピックの金メダルを目指す選手がいるっていう形が今の時点では20年後は見えないです。なのでやっぱ20年後も、ね、今と同じような 今以上のいい組織であってもらうためには、まあ、10年前20年前の今からやっていかなきゃならないだろうと思ってます。今でもそうやっておっしゃってましたけど、そういう組織、まあ、僕が言うのもあれですけど、はい、でありながらも、まあ前回の、ね、はい、オリンピックではあれだけ成果も出してということで、はい、うん、ということは逆に言うと相当可能性がさらに、はい、ポテンシャルが高いって見ることもできるということですよね。そうですね、まさしく持ってる能力っていうのは全日本柔道連盟では高いと思います。だからこれ使い切れてないっていうのと出すのが怖いという形、うん、こうやっぱりいろんな新しいことに一歩踏み出すって怖いですし、ましてや伝統ある柔道がそれをするのはいかがなものかって思ってる方は多いと思います。うん、
その、まあ、最初は声を上げることと、はい、で次に多分何かしらアクションを起こすみたいなことになると思いますけど、はいはい、鈴木さんが思われる次こういうアクションするとさらに良くなるのになって思ってることとかってありますか？まあ大げさに言っちゃうと組織改革をするしかないですよね。中身をよく言うじゃないですか。まあもうそろそろ変わるからとか、はい、その言葉が僕一番嫌いで、いや今すぐ変えろよと、ね、ま、あと数年待てばとか、例えば任期とかね、はい、もう含めてやっぱそういう言葉が僕は一番嫌いで、あとは前例とか、はい、前例がないとかって言われると、うん、じゃあ今回が前例になればいいじゃんっていうタイプなんですけど、それを嫌うのが柔道連盟なんですよね、うん、連盟って多分どこでもそうだと思うんですけど、うん、前例がないこと、あとは上が言ってるから、はい、じゃあ直接上に言ってくださいとか、はい、そういうことを言われるとダメだなここはってなっちゃうんですよね、うん、なんか日本の場合結構やはり年功序列みたいなのがすごく染み付いていると思いますし、はい、うん、やっぱり年長者をまあ敬うべきでもあると思うんですけども、はい、な若い人がそこに対等に立ってもいいはずなのにそれがまあできない現状が、うん、はい、まあ、おそらく会社さんの中でもある会社さんもあるでしょうし、うん、まあ、政治家さんの世界でもあることもあると思いますし、はい、なんかまあ僕ある町づくりをしている町があるんですけど、そこでよく言うのはフィンランドの話をまあ、することが多くてですね、フィンランドの首相は今女性で、はい、まだ30何歳なんですけど、うん、でその大臣たちの平均年齢も45、6歳とかなんですよ。めちゃくちゃ若くて、うん、で上の年上の方々っていうのはそれ若者たちに次の世代を託していくみたいなことが、うん、もう国の、うん、まあ、なんていうんですかね、もう習慣といいますか、まあ、教育上そういうふうに脈々と受け継がれているみたいな、すごいなと思ったんですよね。なのでなんか抜本的に変えるとなると今の子どもたちとか、うん、そういう教育からなんか変えていくべきことってもあるのかなと思うんですけど、はい、まあ、ね、アカデミーですか、やられてると、はい、子どもたちと接してなんか気づきもあると思うんですけど、はい、いかがですか、はい、やっぱり、まあ、小学生とか僕は幼稚園小学生が対象なんですけど、小学生高学年はもうしっかり自分の夢とかは話せるんですよね、うん、俺はこういうことをやりたいと、全く柔道とは無関係な夢を語るやつもいるんですよ、うん、だからといって柔道がじゃあ意味ないのかっていうと僕は決してそうではないと思ってますし、本当にしつこいようですけど目の前にあるいろんなことに手を出して自分の夢をに近づいていくべきだと思うんで、うん、それはもう僕は変わらず、うん、例えばゲームを作る人になりたいっていう目標を持ってる子もいるんですよ、はい、じゃあ柔道やれっつってなんでってなるんですけど、うん、じゃあ柔道から学べることは絶対あるはずだと、うん、そうですね、いうこともありますし、人生に、ね、はい、影響を与えることって結構多いですよね。そうですね、はい、そういった柔道で僕はありたいと思っているので、とにかくじゃあお前柔道で日本一になれと僕は口が裂けても言いませんし、うん、自分の夢に向かっていくための柔道でいいというふうな教え方を今してますので、本当子供は本当しっかり夢を持ってますし、はい、やりたいこともありますしたくさん、ただそこに向けて周りにいる大人がどういう手を差し伸べれるかだと思うんですよね、うん、はい、尊重して、まあ、本当に支援をどうできるかと、はい、まあ、木坂さんはこのメンバーでいうと、まあ、一番先輩ですけども、そうですね、若い人たちを育成するとか、はい、なんか若い人たちにチャンスをなんか与えるとか提供するみたいな観点でいうと、なんか意識されていることとかってありますか？どうですか、会社でですか？はい、まあ、会社でも、はい、まあ、プライベートでもと。会社はそうですね、やっぱりなんていうのかな、育った時代が違うから、はい、その見て覚えるなんていうのは今通用しないじゃないですか、うん、でもやっぱりその先輩たち60ぐらい前後の現場監督が持ってる技術とか、まあ、そういうのは早く若い30代40代に伝承してもらいたいなとも思うし、まあ、そうですね、あと若い人に向けてっていうのはなんか伝えていかなきゃいけない仕事ってあるじゃないですか、はい、でまあ、うちの娘なんかもピアノの先生やってるんですけど、はい、やっぱりその芸術でもそうですし、まあ、仕事もそうだと思うんですけど、やっぱり下の世代に伝えていくのが仕事っていうのは絶対あると思うんで、うん、まあ、そこはなんかサポートできればななんていう意味も含めて、はい、まあね、安田つらぼさんにも僕は関わらせていただいてるっていう感じですかね、はい、なんかそのあたりのなんか教育に対するスタンスはなんか会社さんによっても、まあ、団体によっても全然違うと思うんですけど、そうですね、
なんか理想とされるなんか教育像みたいなって脇坂さんの中では何かありますか？いや、あんまりそういう教育って観点ではものを見てないんですけど、やっぱりそのせっかくチャンスあるのに、うん、経済とかの理由で断念してしまうってことがないような何か社会になっていけばいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりその経済だけで諦めなきゃいけないっていう立場の子たちもいると思うんですよ。いろんなスポーツばっかりじゃなくても、はい、その辺に何か、ね、手を差し伸べれるような環境作りっていうんですかね、うん、そういうのがあればいいなと思いますね。柔道は、まあ、柔道着以外お金はそれほど道具としてはかからないスポーツな方ではありますね。そうですね、はい、もう最悪マットでもできるんで。そうですよね、はい、でもなんかそういう境遇の子どもたち、まあ、今日本ってまあ、経済国からちょっと限りを見せていて、はい、まあ、食べるご飯もなかなか十分じゃないと子どもたちも実はたくさんいるっていう問題とかもあると思うんですけど、はい、まあ、そういう子どもたちに対する機会みたいなことでなんか支援したいなとかって思われることとかってありますか？そうですね、まあ、パッと僕は出てこないんですけど、柔道が僕も3歳から柔道やってて、もう39年柔道ずっとやってきてるんで、柔道で何かって考えるしかないんですよね、うん、まずは、はい、なのでしつこいようですけども、柔道をやったことない子たちが1回でも柔道を経験して、うん、もしくは人を投げるという経験をするとか、うん、今日も2人、はい、柔道未経験者が来てくれて、柔道着を着て大外刈りと背負い投げかな覚えて帰ってくれましたけど、うん、あれだけでもあの子たちにとっては絶対にプラスなわけですよ、うん、心が豊かになるわけですよね、うん、そういった時間が1分でも1秒でも多く取れればいいなと思ってます、うん、ありがとうございます、はい。スタッフさんはその職人を育てるみたいなことっていうのは、はい、会社さんとしては、まあ、先ほどまあその伝統技術のみたいなものの継承みたいなことをおっしゃってましたけど、簡単なことではないんですよね。まあ、そうですね、職人を育てるというか、やっぱり経済の基盤がしっかりしてないとそこの職種になり手が増えないっていうことがあって、まあ、特にうちなんかも大工さん今8人ぐらいいるのかな。で、大工さんもその若い大工さんもいるし、でその社会全体のお休みだったり労働環境であったりっていう部分では、どっちかというと建築業界って休みがないとか、はい、まあ、今の若者って赤ちゃんできたら、ね、男が家の子育て手伝わないのって絶対 NG じゃないですか僕らの頃なんて女房に任せればいいやみたいな、そんなの通用しない時代だから、だからそれをいかにこう若い大工さんたちに休みとか、はい、安定したお給料だとか、まあ、そういったなんか労働環境をすごい良くしてあげれるようなことをやっていかないと、大工のなり手がどん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 いなくなるんじゃないかなっていうのは心配しているところで、まあ、そこはちょっと今強化しながらやってます。やっぱり Z 世代とかいる若者たちとかを考えると、僕もなんかすごくなんか難しいなと思うこともありますけど、はい、各業界さんありますね。そうですね、柔道界もあるんですか？そうですね、まあ、柔道は指導者とか柔道をまず教える人っていうのがもう専門的な形じゃなくなっているので、うん、要するに何か自分で職業を持ってて、まあ、サービス業として柔道を教えるっていうのが基本的な形なんですよね、はい、なんかプロじゃないんですよね、うん、そこが今柔道界の一番の問題で、うん、柔道で柔道を教えてお金をもらってるっていう人はいないので、うん、基本的にはもうほぼいない状態なので、うん、柔道を教えながら食べれる環境を作らないと、こういう風になりたいっていう理想像ができないので、うん、それがまず柔道界としては大きな問題かなと思ってます、はい、ありがとうございます。では最後にお二人に、はい、まあ、一つずつもしできたらですけど、今後これをチャレンジしたいみたいなことが、まあ、事業としてもあと、まあ、監督さんとしてもプライベートとしてもなんかあれば一つずつ言っていただけたらなと思うんですけど、ありますか？プライベートでスケート始めますみたいなのもいいんですけどこれがしたいですか、はい、どうだろうな、あんまり考えたことないかもしれないですねあります。僕は、まあ、最終目標としては自分の道場を持ちたいなと思ってます。あ、はい、こういう施設がね、はい、こんな立派な施設を作れることはないですけど、自分がもういつでも自由な時間で使える柔道場を、うん、自分の名前の柔道場が、はい、あるといいなと思ってます。あの設計と見積もりはお願いします。脇坂小武にぜひお願いします。これは素晴らしいコラボですね、はいはい、それがある意味脇坂さんのチャレンジにもなります。あ、そうですね、東京進出、はい、お願いしますなんか
まあ、先ほどからお話があってたら、なんかその柔道場の中での子どもたち の、 なんかその頑張る姿とか、はい、でもしかしたらその全日本を目指すような選手の人たちもそこになんか参加できる可能性もあるのかなとか思うと、なんか柔道って僕はなんか割と閉鎖的なイメージもあるし、はい、まあ、独特な、ね、その世界観もあると思うんですけど、素晴らしいだけど、なんかいろんな人が出入りしたりとか関わり合うみたいな、なんかすごく明るいイメージがありますよね、はい、でやっぱり柔道の道場とかってこう絶対町おこしにもなるわけですよね、うんうん、一つ拠点があると町の人が応援してくれたりとか、うん、柔道着を持って街中歩いてる子を見ると、おどこでやってんだってなったりとか、うん、田舎に行けば行くほど多分そういう環境って多くあるはずなんですよね、うん、東京は人が多いのに道場はないし、うん、柔道着を着てうろうろしてる子もいないですし、うん、やっぱそういった意味ではこう柔道ってこうもっと目立つ場所に目立つ環境が僕はあってもいいなと思ってます。あそこでやってるらしいよじゃなくて、はい、ちゃんとこう柔道をやってる姿を見れる場所っていうのはあってもいいなと思いますね。もし脇田さんが札幌に作るんだけどみたいになったら、はい、結構来ていただける機会増えると思ってもう時間作ってきます必ず本当ですね、はいはい、どうしよう。じゃあちょっとこのスラボの裏テーマで、はい、鈴木刑事道場を札幌に作ると、はい、札幌支部最高ですね。あ、面白いですね、はい、ちょっとなんかそういうなんか僕たちもなんかそれどうなのとか、はい、無理なんじゃないのって話もなんかやっていきたいって多分思う方が多いメンバーなんですね、はいはい、なんでちょっとこれをリーダーとしてぜひ引っ張っていただければと思います。すみません、じゃあこれで一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。